よろしくお願いします。岐阜大学の本田と申します。本日は私どもが開発しておりますラスを標的とする抗がん剤について簡単ですがご紹介させていただきます。まず最初に研究背景になりますけれども、私どもの抗がん剤が標的としておりますラスというのは、がんでは非常に昔から知られたタンパク質でありまして、だいたい全がんの約2、3割程度がラス遺伝子に活性型変異を有していることが知られております。このためラスの阻害剤っていうのは潜在的にがんの2、3割ぐらいには適用すできる可能性がありますので、世界的にラス阻害剤の開発が進められてきたんですけれども、なかなかラスというのは創薬するのが難しい標的ということが知られています。その理由としてやはり最大なものはこのラスの表面に低分子化合物が結合できるポケットがないことが最大の原因でありまして、すなわちラスというのはグリッシーボールと言われるほど、ツルツルな表面をしておりまして、低分子化合物がはまり囲めるようなくぼみが全くありません。このため低分子化合物というのはラスに強く結合することができません。この一方で大きな大型の抗体やタンパク質といった大型の分子はどうかと言いますと、こういった分子の中にはラスに強く結合できるものはなかなか結構あります。例えばラス抗体などもありますし、本日ご紹介するようなラス結合ドメインなどは、ラスにナノモルのアフィニティで結合することができます。しかしながらこういった大型の分子っていうのは分子量が大きすぎて細胞の中に入ることができず、細胞の中のラスに到達することはできません。このためラスの阻害剤の開発にはラスの結合性というのと細胞膜透過性というのを2つを満たす必要がありまして、従来の技術ではなかなかこの2つを満たすことが難しく、なかなか創薬が難しいというのが背景にあります。こちらがラスシグナル経路と現在開発の阻害剤をまとめた図になります。これは2020年度のデータになります。このラスシグナル伝達経路というのはがんに非常に重要なパスウェイとして古くから知られておりますので、いろいろな阻害剤が開発してきまして、このオレンジ色の丸が FDA で承認された薬になります。で、ラスの上流には EGFR という分子があるんですけども、ここに個々阻害する薬剤はたくさん承認されておりますし、ラスの下流にはラフィアメックなどがありますけれども、こういった阻害剤も数多く既に認可されております。しかしながらこのラスはなかなかの苦戦が続いておりまして、現在3種類の薬剤が主に評価されているんですけども、なかなか認可されるまでは至っていません。この中でようやく今年に入ってこの AMG510 というG12C だけに活性を持つ阻害剤が認可されたのですが、なかなかその他の変異型、特にG12V とか D といった変異型に適応する薬剤というのはなかなかまだ開発されておりません。でこちらが現在主に開発されている3つのラス阻害剤なんですけれども、1つ目で最も古くから作られているのがこのラスのプロセッシング阻害剤というものでありまして、こちらは厳密にはラスの阻害剤ではなくてラスの脂質収縮を妨げる脂質収縮を行うファルネシルトランスフェレースというのがあるんですけれども、それを阻害する薬剤です。でこのためラス以外のタンパクにも作用いたしまして、このためなかなか副作用の問題などもありまして、認可にまでは至っていません。でその他にも核酸医薬などもいろいろ評価されているんですけれども、なかなか DDS などにも課題があってまだ成功には至っていません。でこの中で一番現在成功を収めているのがこの真ん中のアレル特異的阻害剤というものでありまして、こちらはKRAS の G12C という変異型があるんですけれども、これだけに作用するように設計された阻害剤です。この G12C という変異型は大体 RAS 変異型の全体から見れば約 10% と少ないんですけれども、もともとの RAS の変異型ががんの2、3割ありますので、この 10% という数でもかなりの数でありまして、非常に世界的に注目を集めておりまして、売上だけは20億ドルに達すると見込まれております。このような感じに現時点で G12C の阻害剤はいいものがどんどんできてきているんですけれども、なかなかそれ以外の阻害変異型のラスを阻害する薬剤というのはまだまだ苦戦が続いている状況になっています。ではこの G12C 阻害剤はなぜここまで成功を収めたかなんですけれども、この G12C 阻害剤っていうのは低分子化合物なんですけれども、従来の低分子化合物と違うのは、これはラスの変異したシステイン残基と共有結合を形成することが特徴です。でこのためここの共有結合を異界にすることで、結合ポケットのないグリシーボールであるラスにも強くすることが結合することができます。このためこの G12C 阻害剤は
ラスに強く結合することができますので、まあ、低分子化合物の弱点を克服しまして、もともと低分子化合物というのは細胞膜透過性に優れていますので、まあ、ラス結合性と細胞膜透過性がうまく両立することで、まあ、ラスの阻害剤として成功しました。しかしながら、このストラテジーの最大のポイントは、この変異したのがシステイン残基というところにあります。システインっていうのはアミノ酸20種類の中で最も反応性の高いアミノ酸でありまして、いろいろな官能基と共有結合を形成することが知られております。そのため他の19種類のアミノ酸は例えば D アスパラギン酸とかバリンなどは共有結合を形成することができませんので、なかなか同じ戦略を持って阻害剤を設計することが難しいということが背景にあります。こういった研究背景に基づきまして、私どもはまあこれまでとは全く別の戦略、つまり細胞膜透過性タンパク質というものに着目してラス阻害剤を設計しています。でこの私どもの阻害剤の活性剤の活性本体になりますのがこのラス結合ドメイン RBD というものでありまして、これはどういうタンパク質かといいますと、ラスエフェクタータンパク質というのが私たち持っているんですけれども、これの一部分です。このラスエフェクタータンパク質っていうのはもともと生理的に細胞の中に存在するタンパク質でありまして、ラスのシグナルを下流に伝える役割を担っています。ちょうど3つほど前のスライドで示しましたラフやPI3 カイネスといった分子がそれに該当します。でまあ、こういった機能を持っていますので、ラスバインディングドメインというのは、もともと活性型ラスだけに特異的に結合するような能力を持っております。また、もともと人が持っているタンパク質ですので、免疫原性も少ないですので、まあ、阻害剤の活性本体として大変優れているのではないかというふうに考えました。しかしながら、この RBD というのは分子量が非常に大きくて、5000を超えるタンパク質ですので、このままでは細胞の中に入ることができません。そのため、私どもはこの RBD に、細胞膜透過性ペプチド CPP をつけまして、細胞膜透過性を上げて細胞の中に入れてやることを試みています。ここで重要なポイントはこの RBD というのが指キチン用の立体構造を持つことにあります。この指キチンというのはタンパク質の業界では古くから研究されているものでありまして、いろいろなモデルのタンパクとして使われておりまして、先行研究でこの指キチンに CPP をつけることで細胞膜を透過するというデータが出ていますので、この RBD と CPP というのは非常に相性が良くて、この融合体を検索していけばいつかラス阻害剤ができるのではないかなと考えてこの研究をスタートさせました。これまで私どもがやった研究はRBD と CPP の組み合わせの最適化を行うということです。で CPP というのは結構数百種類が知られておりまして、なかなかどれが優れているとか、どれが劣っているかっていうのは全然確立されていません。そのため、11種類ほど先行研究を論文をいろいろ読みまして、有望そうなものをピックアップしてきまして、また RBD の方も同様に50種類ぐらい知られているんですけども、この中から12種類ほどをピックアップしてきまして、でこれらの任意の組み合わせからなる51個の有効タンパク質を合成しました。でこれをがん細胞に直接投与して、細胞膜を透過して、ラスのシグナル経路を阻害するかを評価いたしまして、まあ、その結果3つほどがヒットいたしまして、でこの中から特異的な細胞毒性がないかとか、ラスの阻害が特異的かどうかなどを評価した結果、現在のリード化合物、ペンシラフ V1 と呼んでいるんですけども、こちらにたどり着きました。現在こちらの誘導体を合成して活性を上げている段階にあります。でこちらがリードの基本的な性質と活性をまとめたスライドになります。クラスといたしましてはリコンビナントタンパク質で、トータルの分子量は15キロダルトンと大変大きいです。しかしながらこれは大腸菌発現系を使用いたしまして、非常に簡単に大量に合成することができますので、合成の面ではそれほど苦労することはないと思います。で開発ステージは現在最適化中でありまして、潜在的な適応症といたしましては、すべてのノンG12C も含めた全てのラス変異型がんです。で実際に培養細胞モデルにおきまして、あらゆる変異型ラスを IC50 がだいたい10マイクロモル前後で阻害することが確認できております。またラス以外の標的に作用しないことも確認済みです。また結合のエビデンスもしっかり取れておりまして、活性型の GTP 型のラスにだいたい32ナノモルの非常に高い親和性で結合いたしますし、結晶構造というのも決定できています。しかしながらマウスモデルでの活性は現在確定できておりません。またこの研究のまとめました主要論文っていうのがセルのケミカルバイオロジーというので今年アクセプトされましたので、本日お示しするデータやこの開発のコンセプトというのは学術的にある程度の妥当性があるということは実証されております。
次にこちらがリードの性質をまとめたスライドになります。こちらの左側の結合のデータになりまして、ITC を用いて測定したところ、活性型の K ラスに、大体30ナノモールで結合いたしますが、こちらの GDB 型の非活性型には1.9マイクロモールでしか結合いたしませんので、大体50倍ほどの選択肢があります。で、右の図がウェスタンブロッティングで、これは細胞に投与して、ラスのシグナルの抑制の活性を図ったんですけれども、大体ラスの下流のアクトとアークという分子のリン酸化を IC50 が大体6から11マイクロモーラルで阻害することができます。この一方で、こちらの右にある AA という変異体があるんですけれども、これは私が作った変異体で、これはラスに結合に関わるギアミン酸を潰しまして、アラニンに置換したもので、この変異体はラスに結合することができません。で、この変異体はラスのシグナル経路を抑制しませんでしたので、この私どもが作っているタンパク質はラスに結合することでラスのシグナル経路を抑制することが証明できています。次にこちらがどの変異型のラスに作用するかをまとめたデータになるんですけれども、最初に申し上げた通り、このタンパク質は、あらゆる変異型の G12V も C も D も含めまして、またH ラス、N ラスも含めて、すべての変異型ラスを阻害することができます。で、IC50 はだいたい5から10マイクロモール程度です。で、これはアムジェン510という G12C にはない非常に良い特徴です。で、競合品といたしましては、BI2852 という2年ほど前に、ベーリンガー・イゲルハイムさんが論文として出された化合物でありまして、これと同程度の活性を有しています。で、右側のがん細胞の生存率を示したデータになりまして、このタンパク質はあらゆる変異型のラスを阻害することができますので、あらゆる変異型のラスに対してだいたい IC50 が5から15マイクロモール程度で作用することができます。この一方で、野生型ラス、こちらの灰色のバーにある野生型のラスの細胞株にはあまり作用しませんでした。で、次にこのタンパク質が果たして細胞の中に入るかというデータを示します。で、左側のこちらのタンパク質に Cy3 という赤い蛍光色素を付加して、細胞に投与して強焦点顕微鏡で極細解析したデータになります。こうしてみますと、だいたい半分ぐらいの細胞には細胞質全体が赤く光っていますので、細胞質に入っていることが確認できました。こちらの右図が、じゃあどれだけ細胞の中に入っているのかというのを定量したデータになりまして、ここではタンパク質が細胞の中に入った時だけ発光するようなシステムを作りまして、これを使って評価しているんですけども、これだとだいたい IC50 の3から10マイクロモールで投与いたしますと、だいたいサイトゾルの細胞室内の濃度は200からだいたい400ナノモールになっていますので、導入効率といたしましてはだいたい4から10%程度入っていることが分かりました。次にこちらがインビボのデータをお示しします。で、現在残念ながらポジティブなデータは出ていないんですけれども、こちらがコロン26というがん細胞を移植したヌードマウスへのデータになるんですけれども、こちらでは30mg パーキログラムの結構な容量で微静脈投与でこのタンパク質を打ったんですけれども、残念ながら高腫瘍効果は認められませんでした。で、いろいろな原因があると思うんですけれども、やはり最大の問題はやっぱり血中安定性というふうに考えておりまして、で、こちらの右図が血中安定性を調べたデータになりまして、で、こちらでは大体最初の濃度が時間ゼロだと42マイクロモル程度になるように、タンパク質を微静注意いたしまして、で、その後15分ごと60分後に血採血いたしまして、どれだけタンパク質が血中に残っているかを測ったデータになるんですけれども、大体15分後ぐらいになると大体56ナノモルで、60分後だと29ナノモルですので、大体最初の15分間で99%ぐらいがロスとしているっていう計算になります。っていうことから、やはり今後の課題といたしましては、なぜ血中安定性が低いのかっていうのをメカニズムを解明いたしまして、それに基づいて血中安定性を改善し、ビボ活性を示すことが最重要課題になります。で、このように、以上が現在のリードの活性になるんですけども、この阻害剤のやはり最大の特徴は、従来技術ではなかなか困難であったノン G12C 変異型ラスにも有効であるという点です。で、本剤は抗がん剤としてはまだまだ開発初期段階でありまして、まだまだ乗り越える壁はたくさん、乗り越えなければならない壁はたくさんあるんですけども、あらゆる変異型ラスを阻害できますし、特異性もかなり高いですので、将来的には
かなり多くのがんに適用可能な抗がん剤に発展する可能性はあります。で、想定される用途といたしましてはやはり抗がん剤で、その他にもラスシグナル伝達系の研究ツールとして使用できることも考えられます。で、実用化に向けた課題は現在の培養細胞モデルでラスにの特異的阻害を確認できているんですけれども、マウスモデルでは未確認ですので、今後は血中安定性を改善したり、活性を上げるなどして、この点をクリアする必要があります。で、現在今後はこのリードを基本骨格とする誘導体を多数合成し、マウスモデルの活性を証明することを目指しています。では実際どうやって今後改良を進めていくかのストラテジーになるんですけども、こちらが現在得られているリードのアミノ酸配列になります。このリードはCPP にペネトラチンというのと RBD にCRAF由来のものが使われておりまして、これまでの研究で分かったことは、とりあえずこのペネトラチンとCRAFの組み合わせが最適であるということは分かっているんですけれども、じゃあその他の領域、例えばこのペネトラチンの N 末端側の配列やリン側の配列がどういう役目をしているかちょっと分かっていませんので、ここの部位のアミノ酸配列をどんどん改変していって、より活性を上げていくという戦略もあります。その他にもこちらのCRAFの結合親和性をファージディスプレイで上げたり、また血中安定性が低いですので、ここに SS 結合を導入して、熱安定性を上げるとかっていう戦略も考えられます。その他にも、こちらの RBD の C マッターには現在何もついておりませんので、ここに様々な修飾、例えばもう一個 CPP を付加するなどして、活性を上げるという戦略もありますし、また血中安定性をダイレクトに上げる方法といたしましては、やっぱりリポソーム化、ペイク化っていうのが考えられます。その他にも、プロタック化、現在この化合物をラスに結合するだけですので、結合した後、標的を分解するような改変を加えまして、より活性を上げていくという戦略が考えられます。で、このような戦略で現在私ども開発進めているんですけれども、なかなか私はタンパクが専門ですので、ちょっと難しい技術というのがありまして、例えばファージディスプレイとかリポソーム化っていうのはちょっと私どもの技術では難しいのですので、こういったところを一緒に開発していただき、いろいろな今後開発を手伝っていただける企業というのを検索しております。というわけで企業への期待といたしましては、ファージディスプレイや DDS の技術を持つ企業との共同研究を希望しておりまして、で、私の方は、こういった細胞膜透過性タンパク質を作って、大量に作ってスクリーニングするとかいう技術に得意としておりますので、もし、創薬困難な標的を狙った、こういう細胞膜透過性タンパク質というのに興味がありましたら、私の方からお手伝いすることも可能です。最後に本技術に関する知財ですけれども、この RBD-CPP の本に複合体というのでも出願済みです。問い合わせ先は本学の学術研究産科学連携推進本部になります。以上で発表を終わります。ありがとうございました。